マイナス27は、アルコが生産した、車軸配置 B、B、ロードスイッチャータイプの電気式ディーゼル機関車である。1959年12月から1962年10月に、かけて27用が製造された、センチュリーシリーズへの過渡的なモデルである。本形式は、アルコの4同軸ロードスイッチャーシリーズの、出力増大版である。 本形式が製造されるまでは、出力2400馬力のディーゼル機関車は6、同軸の RSD-15 のみであった。出力の増大は、従来は、V 型12気筒で使用していた251型、ディーゼルエンジンを16気筒に組み合わせることにより、実現した。本形式を改良し、ディーゼル機関車の第二世代とも言うべき、 センチュリーシリーズとしたのが、4度、軸、2400馬力の C-424 で、ある。RS-27 の設計記号が、DL-640 であるのに対して、C-424 が DL-640A であり、またメーカーのカタログにおいて、RS-27 にとって変わったのが C-424 であることから、 その関係は明らかである。RS シリーズの中でも特徴的なのは外見でエンジンが車体前後方向に拡大したために運転台が車端によりショートフードが非常に短くかつ高さの低いものとなった。ありがとうございます。